高校95校のうちのおよそ8割が修学旅行で沖縄に行っております。もう沖縄がとっても身近という感じで、どうぞ沖縄からもたくさんの方にお越しいただいて、茨城県それから沖縄県にですね、密着しながら、茨城空港の発展とともにスカイマークも発展したいと思っております。では花束の贈呈でございます。どうぞお渡しください。たくさんの楽しい時間過ごしてきてくださいね。数々のハーブを使った大変、爽やかな風味に仕上がっております。今日ちょうど19時ですよね。というか仕事というか学校も終わって、でちょうど行けるっていうところ で、まあ、ゴールデンウィークなので、まあ、ここのタイミングで行けるのはすごくいいかなというところですよね。で美ら海水族館とか、あとは姫百合の塔とかですね、まあそのまあ、戦争関係とかちょっと見てもらいたいなと思ってまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください。はい、行きます。